どうもこんにちは、みさきです。今日の動画は髪の毛を自分で染めようと思って、なんでかっていうと、前回自分で染めた時に思ってたのと違って真っ黒になってしまったの。これ見て、これ真っ黒、やばくない？ってことでね、今からこの色に染めていきたいと思います。はい、なんかよくわからない液体、なんかよくわからない液体2、3、4、あ、こちらですね。こちらになります。 YouTuber、 まあ黒目のね人はこんな風な、あんまわかんないけどね、こんな風な色になるらしいです。はい、ってことでやりましょう。あとちなみに自分で前髪をねパッツンにしたのわかると思うけど、そしたらこうね、メキシコ人にロックリーと言われまして、こういうやつ知らんけどね。あ、私ヘアブラシないといけない。ちょっと待って、これもう穴開いてんだけど、やばくない？やばいよね、これもう穴開いてるんだけど。じゃあこれをこの中になるうちに振ります。回ったでしょ。ここをポキッとやります。出てきた。大丈夫かしら。ちょっと大丈夫かしら。いいよね、これね。まずは根元を染めます。緊張します。くさいよ。やばくない？なんかトウモロコシの形した飴です。こちらですね。これ絶対辛いと思うの。いただきます。これ飴なんだけど、これね辛い匂いがゴンゴンしてます。いただきます。梅干しの味がする。梅干しの味がする。うん。酸っぱい、何これ。辛くない、酸っぱい。日本にいた時にメキシコ人の友達からもらったやつ、こんな感じで、全然これと同じ匂いがする。いただきます。いや、私メキシコ人かも。日本にいた時食べれなかったのに全然食べれるんだけど、辛いの平気になった。次のお菓子、ドゥセスカルラって書いてあるので、甘いものだと思うじゃないですか。中がやばいの見ててね。ギャーンギャーン、こんな感じの中身してます。いただきます。どうやってだろう、これ。でもこれ一番辛いかも。甘いけど一番辛いかも。これどうやって食べるあとね、最後これは大丈夫でしょ。これ多分キャラメルかなんかだと思うんだけど、こんな見えるから、しけてる感じ。普通のキャラメルだね、これ。美味しい。なんか待って、スプーン見つけたんだけど、これスプーンで食べる系でしょ、きっと。じゃあもうそろそろ時間だと思うので、頭をさっと洗い流していきたいと思います。戻りましたけども、何か変化はありますでしょうか。なんかね、根元がちょっと赤く光ってたんだけど、まあ乾かしてみない限りはわからないので乾かしてみます。はい、完成。まあ思ったような色にはならなかったけど、微妙になんか茶色くないということでですね、本日はここまで。もうね、夜中の11時なんで寝ることにしますね。ありがとう。バイバーイ。